さあ、それではですね、ここでお知らせでございます。来月になりますけれども、はい、4月25日土曜日、アクト越川におきまして、アクト越川マックス席ボーリング大会、こちらの開催が決定いたしました。今回、マックスメンバーは司会で盛り上げていきます。そして参加条件ですが、5歳以上なら誰でも OK、 1チーム4人制で2ゲームの平均点で優勝を競います。もちろん参加はお一人からでも OK ですが、その場合はチームは混合チームとなります。料金は2ゲーム靴代込みでお一人様1000円、先着72名、うん、安いし多いね。ほんで、ただまあ、いつもあっという間に埋まっちゃうからね。ボーリングは久しぶりじゃないの？ボーリング久しぶりよ。しかも今回は5歳以上なら誰でも OK。 おー、なるほど。はい、まあ、逆にちょっとね、さすがに3歳4歳の子になると、その子たちが持てそうなボールもないですから、まあ、そういうところもちょっと加味しながらの、5歳以上なら誰でも OK です。1チーム4人制で2ゲームの平均点で優勝を競います。日程は4月25日土曜日、アクト越川にて開催です。応募は E ラジオのホームページから、先着72名となっていますので、ぜひですね、ご家族でご参加いただけるという皆さん、お友達などお誘い合わせの上ご参加いただけるという皆さん、急いでですね、まずは一度 E ラジオの応募フォーム、ご確認いただきたいと思います。はい、来月はいよいよボーリングでございます。はい、はい。さあ、それではですね、原上明さんに来ております。ゆうたさん、原上先生、貴重なお話ありがとうございました。来週ブラジル行く時の飛行機はリターンしないように、関空でしっかり準備してから飛行機に乗るようにしますね、はい、としておいてください、はい。そしてですね、こちらはチョコさん、今週もためになるニュースありがとうございました。カフェオレを飲みながら聞いていて、何とも言えない気分でしたというね、横にいた母も絶句ですと気をつけてくださいね、はいはい、というようなメッセージなどなどいただいておりました。さあ、この後ですけれども、まあ、みんなのテーマの回答を紹介します。そして CM を挟みまして、いよいよ下林大明神、リターンズということで、まあ、大明神にぜひ悩み事などをギャグで解決してほしいという皆さんのメッセージをお待ちしております。まあ、いつもあまり呼びかけてないっていうのもあってね、相談事が少ないんですよ。まあ、そうですか。はい、で、来てんねんけどね、いっぱい。少ないんですよ。いっぱい来てんねんね。はい。来ないんやね。はい。いっぱい来てんねん。なので、ちょっと今日はもう厚めに言っておきたいと思います。はいはいはい。この後ですね、4時30分頃ですかね、下林大明神リターンズお届けします。皆さんの相談を大明神が、あの大明神がギャグで、解決をしてくれるというね。そうなんですよ。ですから、どうか皆さん、リスナーの皆さん、たくさんのメールを一人何枚でもいいんで送ってきてください。そんな来てへんことないし。ほんで、今から送られてきたやつ、今パッと渡されても俺でけへんいや、大明神そんなこと言っちゃダメですよ。いや、大明神来週そのまでパッとやってますよ。来週にちょっと回して、本番前でも1週間前から見てんの、そんなギャグいっぱいあるじゃないですか。そんなこと言わないけど寂しいじゃないですか。いやいや、あるギャグはいっぱいあるけど、そんなピンポイントにそのギャグないからメールはさて @e-radio.co.jp、 悩み事のある皆さんはその悩み事をですね、メールにしたため、番組やってで送ってください。お待ちしております。さあ、それでは行きましょうか。今日はテーマバスケットです。はい、まずこちら青な兄さんから。はい、では行きましょう。ははーん、この実況バスケのルール知らんな、なんと言った。今日はあいにくの雨降りですので、体育館での開催です。いや、いつも体育館青空であんま聞いたことないやん。でも外でやってる人いるやん。それなんかストリートとかな、そういうのはあるけどさ、基本的にはアリーナ。いや、体育館です、ね、体育館。そう、はい、試合はな。はい、続いてこちら、大見の牛さんからです。はい、では行きましょう。ははーん、この実況、バスケのルール知らんな、なんと言った。おっと、早くも2回目のファール、痛いですね。退場です。それサッカー、サッカー。イエローカードとか、レッドカード的なシステムないから。ないね。あ、ないの？でもバスケ厳しいんだで。個人的にな、5回か。5回。5回ファールしたら退場やで、もう。必然的に。あ、そうなんや。で、サッカーとかよりも、はい、なんちゅうの、すぐファール取られるからな。うん、あ、そうなんや。パンって、ボール叩くつもりがさ、相手の手パンって叩いてもうたら、それでもう反則取られるから。はははあ、そっか。でも、5回やったら。それ5回やったらもう退場やから。もう出られへんから。サッカーはカード出なあかんもんな。そうそうそう、ファールしても。だから厳しいの。あ、厳しいな。へぇ、じゃあ続いていきましょう。はい、ももにさんからです。はい、ではいきます。かはーん、この実況バスケのルール知らんな、なんと言った。シュートのたびによいしょっ
って言う。実況が言うのってことでしょうね。さあレイニクソンがよいしょ入ったいや嫌やろ、実況がそんな言われて嫌やわ。岡田がよいしょ言うんかな、そういう風に。スリーポイントよいしょスリーポイントよいしょ入っても全然かっこよくない。さあ続いて、はい、南湖のスクープさんからです。はい、では行きます。ははーん、この実況バスケのルール知らんな、なんと言った。赤のユニフォームのチームは意地悪ですね、相手チームに全くボールを貸そうとしません。そういうゲーム取り合いやから、まあな、うん、試合やからね。ここまでのところどうですか。今日は俺なんかいけそうな気がしますけどもね。もう答えは出てんの？まだまだな。まだあ、でも全然みんな分かってへんなと。なんか今日はまだ爆発的なのがないことを思うと、そうかそうか、そうかな、うんうんうん、これ我々に結構チャンス残されてるような気がしてね、うん、何があったっけ、まあ、いけるよ。何があった、なんか面白いのなかったっけ。なんか俺印象あるのも桜井のやつぐらいなのよね。あ、バッシュ、うんうん、あ、みんな派手なバッシュ履いてますねってやつ、うん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 、いけるんちゃう。なんかね、うん、じゃあ、もう一つこの時間は、はい、ノーザンギョーデイさんからです。では行きます。ははーん、この実況バスケのルール知らんな、なんと言った。ゴールの下に一人ずっと立ってたら点取り放題ですよと自慢げに言う。まあ取られ放題でもあるけどな、一、うん、人少ないからな。そう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 、ディフェンスとして5人対5人やったっけ、うん、そうそうそう、そうかそうか、4人になんねん、なんだかそんなことしてたら守る人が、うん、そうそう、全員で守って全員で攻めなあかんの、あれは。そうそう、狭いもんな。そう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 。いけそうや、ね。いけるかな。いけんじゃん。いけそうや、ね。いけんじゃん。でも今までの傾向からいくと、うん、まあリスナーがそこまでそんな爆発的なね、うん、答えを出せないとき、うん、我々もほんま下回るからね。いけんちゃうと思って力みすぎんじゃん。歩幅を合わせようとする癖があるからね、はい、いや俺らはもう俺らなりの答えでいいと思うよ。でこっからフィルター中野がね、はい、仕事でいなくなったんですよ。そうなんですよ。こっからフィルターがねチェンジするんですよ。そうなんですよ、はい、これをまた期待できる。これ今日はただ二重構造ですよ。はい、まず桜井フィルターを通過した上で AD 桜井、うん、ED フィルターを通過するという。違う違う違う、普通さフィルターって細かなっていくもんやねん。はい、いや大きなってどうする。桜井のやつ全部通るだよ。いや普通フィルターはだんだん細かくなってって余計なものをこう落としていくわけやん。はいはいはい、はい、いや粗い粗いやん最後が。私の方からね ED の手元が見えるんですけど、うん、あの中野さんが振り分けたら、あこっち少ないからこっちが採用なんやなって分かるんですけど、うん、同じぐらい量多いんだけど、どっちがどっちか分かんなくて。さあ、ということで実はこの時間からフィルターも変わっていきますので、みんなにも十分チャンスがあるんじゃないでしょうか。ちょっと振り切ったやつも送ってもらいたいですね。メールはさてアットマーク e-radio.co.jp。 ははーん、この実況バスケのルール知らんな、なんと言った。 Radio High quality High aspiration High anxiety And high protein